小野市立つか中学校は、兵庫県小野市にある公立中学校。通称は、かわ中。二千二十一年現在の生徒数は百三十四名となっている。加藤郡かわ村立かわ小学校に併設された、かわ村立かわ中学校は、九百四十八年には、旧陸軍の青野ヶ原戦車隊の車庫及び被服庫の譲渡を受け、青野ヶ原大地に移転したため、 現在の教育施設から見れば、お粗末な限りではあるが、ほとんどの学校が独立校舎を持てない時代であったので、恵まれた方と言えるだろう。これには、当時の宝来流に村長をはじめとする村の有力者が、国力の回復は教育からと、重点的に勢力を注がれた結果と言われている。しかしながら、建物はさすがに、旧陸軍のものであるだけに頑丈に作られているが、 教室の最高が悪くいつも薄暗く、夏には蒸し風呂のような状態であった。その後、1954年に、小野市政の実施とともに、小野市立河合中学校となり、1972年には新校舎移転。校舎の全面改修や耐震工事などが施され、2012年には空調設備が整えられた。現在、全校生徒は、 約150人ほどであり、すべて、小野市立川井小学校から入学してくる。卒業後は、兵庫県立小野高等学校、兵庫県立小野工業高等学校、兵庫県立三木高等学校、兵庫県立三木東高等学校、兵庫県立三木北高等学校、兵庫県立,高庫県立社高等学校、兵庫県立加古川東高等学校などへ、進学する。 理数教育の推進を中核として、科学的な考え方、態度に裏打ちされた主体性を発揮し、私たちの地域、社会の未来を他者と競争していく自立した人材を育成する。ありがとうございます。